終戦から78年、姫路は太平洋戦争による2度の空襲で甚大な被害を受けました。しかしながら、歳月の経過とともに戦争の記憶が薄れつつあります。手柄山にある平和資料館は、戦争の悲劇と惨禍を後世に継承し、平和の尊さを伝える施設です。またその北側にある慰霊塔は、太平洋戦争の空爆で亡くなられた全国の民間人犠牲者を供養・慰霊するとともに、世界の恒久平和を祈念するため、昭和31年に建立されました。塔の形は、武器のシンボルである剣を地中に突き刺した形で、もう戦争はしない、戦争という名の剣は二度と抜かない、という不戦の誓いを表現しています。平和へ、願いを未来につなぐため、今一度平和について学んでみませんか。現在、姫路市立美術館では、チームラボ無限の連続の中の存在を開催中です。4年ぶりの姫路でのチームラボの展覧会で、前期展示、後期展示で新作を含む計10点の作品が展示され、前期後期で全く異なる作品世界が展開されます。ぜひ、どちらの会期にも足を運んで、自己と世界とのあらゆる境界が取り払われたチームラボのボーダレスな世界に触れてみてください。会期は前期が10月9日まで、後期が10月21日から1月21日までです。土、日、祝日は事前予約制となっていますので、ご注意ください。詳しくは姫路市立美術館ホームページをご覧ください。我が町姫路、世界遺産国宝姫路城を中心に、今なお町中に点在する歴史の面影、美しい海と山の共存が生み出す豊かな食文化、城下町が育んできた地場産業や伝統工芸など、伝えたい魅力は数多くあります。姫路市では現在、あなただけが知っている姫路の隠れた魅力を広く発信していただこうと、見せてマイ姫路動画コンテストの作品を募集しています。昨年実施した中高生部門に加え、今年は新たに一般部門を追加。いずれの部門も最優秀賞にはなんと10万円分のギフト券をご用意。応募締め切りは10月31日までです。たくさんのご応募お待ちしています。